今日は2回目の登場です、はい、スーパービーバーからコメントが届いておりますので早速聞いてみましょう。どうぞ。 FM 岐阜ザ・カナディアンクラブの温泉卵をお聞きの皆さん、しずさん、ともやさん、おはようございます。スーパービーバーです。おはようございま す。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの上杉です。おまごのおじょうです。よろしくお願いします。ということで前回6月に出させていただきましたけども、はい、久々に帰ってまいりました、はい、スーパービーバーです。よろしくお願いしま す。ということで今回もですね、カナディアンクラブのお二人からクイズが届いているということで、クイズが届いてるんですね。クイズです、カナディアンクラブが拠点としている中津川で使われている東濃弁の意味を、お答えくださいということですね、今回のお題が道黒。道黒ということで、これがね、はい、これが何なのかっていうのをちょっとそれぞれに推測して、はい、私は実は答えして、僕の芝居は答えを知ってます、はいはい、なぜなら手元に答えがあるから、柳沢さん、上杉さん、藤原さんでね、ちょっとこれじゃないかと、道黒です、ね、これは道黒っていう言葉から、うん、その答えを知ってる渋谷的にはなんか、うん、なるほどなって感じですね。意外はない、意外性はないかもしれない。道黒、はい、考えて、はいはいはい、柳沢です。はい、柳沢ですか。買い食い、はい、違います。はい、藤原さん、道黒でしょ、うん、なんかこあの高速道路とか違いますね。上杉さん、正解も言っちゃってくださいよ。道黒、道黒ですよ。はい、正解が道端でございました。俺、惜しかった。惜しくないよ。あと、なんて言ったんだっけ。買い食い言ってたんですけど。言ってないよ。買い食いが、じゃあ道端クロワッサンだと思ったんですよ。何言ってんだよ、君ら。俺、歩道、歩道とか言おうとした。道端クロワッサンって何、何それ。道端でパンを食べるみたいな、うん、バターロールの場合は道端ねえ、いいよね。ということで我々スーパービーバーでございますけども、はい、今月の21日にメジャー再契約第2弾シングルですね、両 A 面シングル突破口自慢になりたいをリリースしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで突破口についてちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけども、うん、はい、柳沢さん、もう道黒言ってる場合じゃないんですよ。そうですね、道端クロワッサンの話をしてしに来たわけじゃないですから、はい、ちょっと突破口についてお話ししていただけたらなと思います、はい。今回のこの突破口という楽曲はですね、テレビアニメ、うん、ハイキュー・トゥ・ザ・トップの、はい、オープニングテーマにも決定しました、はい、でかなりこうスーパービーバーらしい、うん、ロックナンバーになってるなと思います。かなりね、こう演奏隊も結構攻めたアレンジになってると思うので、うん、なんかこう元気を出したい時というかね、うん、そういう時に聴いていただけたら嬉しいなと思いますね、はい、うん、我々結成15周年、はい、16年目に突入したバンドなんでね、まあこう紆余曲折、山あり谷ありいろいろあったと思いますが、はいはい、我々のバンドの奇跡みたいなものがしっかりと現れている曲になっていると思いますので、ぜひ聴いていただけたらなと思います、はい、我々についての詳しい情報はですね、ホームページ見ていただけたら、いろいろ出てると思うので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、ということで最後に1曲聴いていただきたいと思います。我々スーパービーバーで突破口。